カシャガン油田は、カザフスタンの西部、カスピ海北東部にある油田である。カシャガン油田は2000年に発見された油田であり、カスピ海北岸の町アティラウ州アティラウの付近に位置する。カシャガン油田は、天ス油田と合わせ、過去30年間に発見された油田の中では、世界最大規模の油田であると考えられている。カシャガン油田の原油埋蔵量は、 約130を配れると推定されている。陶器はカスピ海が凍結する厳しい気候下にあり、気温は年間を通して摂取35度から摂取40度まで変化。周辺の浅瀬は極めて浅く高濃度の硫化水素が原油に含有されており、さらには運用の失敗と競争激化も相まって、貨車岩油源の採掘計画は世界でも有数の非常に運用の難しい。 大規模石油プロジェクトとなっている。商業的な石油生産は2013年の上半期に開始されると予想されており、2013年9月に原油の生産が開始された。カシャガン油田はカザフスタンイコール中国石油パイプラインへの石油供給の主要油田として開発が進められている。CNN マネーは採掘計画には1160億 US ドルが、 必要であると試算した。これは世界で最もコストのかかるエネルギープロジェクトとなっている。一方、他のメディアでは500億 US エスドル以内に収まるという見方もある。2013年9月に中国政府が油田への投資権を取得、習近平は約50億 US エスドルでカザフスタンと契約を結んだ。カスピ海への関心は1992年に、 カザフスタン政府が探索プログラムの立ち上げを発表した後に起こった。カザフスタン政府は関心を持つ30を超える企業に対して探索参加を呼びかけた。1993年、カザフスタン政府、エニ、BG グループ、BEP、スタトイル、モービル、ロイヤル・ダッチ・シェル、トタルが共同出資したコンソーシアム、カザフスタンカスピシェルフが設立された。 このコンソーシアムはカスピ海付近で地震が発生した1997年まで4年間にわたって継続された。2D による地震探査が1997年に完了した後、カザフスタンカスピシェルフはオフショアカザフスタンインターナショナルオペレーティングカンパニーという名称へと変更された。1998年にはフィリップス石油会社と国際石油開発定石が コンソーシアムに加わった。カシャガン油田は2000年に発見された。それまで合意していた共同創業という形式から一つの企業が油田で創業するという形式への変更が下されたことにより、コンソーシアムは変化することとなった。エニが2001年に新しい運用者となった。2001年、BP、スタトイルは他のコンソーシアムのパートナーに、 プロジェクトの投資分を売却した。エニオ運用者としたことにより、プロジェクトは、エイギップ、カザフスタンノースカスピアンオペレーティングカンパニー、NV と名称変更された。2003年、BG グループは投資分を中国の2つの企業、中国海洋石油総工士と中国石油加工に売却しようと試みた。しかし、パートナー企業が、 選手特権を行使することにより売却は失敗に終わった。最終的に2004年にはカザフスタン政府が BG グループの投資分の半分を購入、残りの半分は選手特権を行使するコンソーシアムの他の5つの西洋の企業で共有するという契約が締結された。売却額は約12億 US ドルであった。 カザフスタン政府が購入した投資株はカザフスタンの国営企業であるカズムナイガスへと異常されることとなった。2007年9月27日、カザフスタン議会は外国の石油関連企業が国益を脅かすような行動を取った場合、カザフスタン政府は国外石油関連企業と締結した契約の変更をもしくは解除を行うことができるとする法案を通過させた。 カザフスタン大統領のヌルスルタン・ナザルバエフがマクサトイデノフを交渉役に任命したことでカズムナイガスは2008年1月6つのパートナー企業とカザフスタン政府が約5年の油田開発遅延に対する保障を行うことで合意した後投資率をさらに増加させた絵には合弁企業名アゲプクコの下プロジェクトを開始した 2008年10月31日にカザフスタン政府と投資している企業コンソーシアムの間で北カスピ海 PSA の下に合意が行われた後2009年1月23日に正式に NCP 座の運用母体がエイギップケイコからニューノースカスピアンオペレーティングカンパニー BV へと移されることとなった2008年10月エイギップ稽古はアケルソリューションズ ウォーリーパーソンズ、シカゴブリッジアイアンカンパニーの合弁企業に、大使フェーズ2に対する3100万 US ドルのオファーを出した。ウォーリーパーソンズとアケルソリューションズは、フェーズ1にも参加しており、技術サービス、成形加工、技術協力などを行っていた。2012年11月、アンクは、この子フィリップスの8.24%の投資分を買い取ることで合意した。 しかし、カザフスタン政府は2013年7月、選手特権を行使、この子フィリップスの投資分を中国石油天然儀集団に売却することを決定した。この売却はすでにエネにより承認されていた。2013年9月11日、数年遅れで、カシャガン油田で、エクソンモービルとこの子フィリップスにより石油採掘が開始され、続く数年間で、 採掘量を増やしていくと推測されている。カザフスタン石油ガス省は、カシャガン油田では2014年に800万トンの採掘が可能であると試算している。カシャガンの原油滞流領域は5,500平方キロメートルを超える領域にわたっており、全カスピ大石盆地から形成された5つの独立した領域から成り立っている。この5つの領域は、カシャガン、カラムカスへ、 カシャガン南西部、アクトテ、海岸である。カシャガン油田の地層は、石炭気中期からデボン気候期の炭酸塩層である。岩礁は二つのやや広い岩棚の交流点に、形成された南北約 75km、東西約 35km の岩盤である。所有領域の最大震度は、 震度約4500メートルであり、油柱は震度1000メートル以下の地点に分布している。油田のある領域は、水深3から9メートルの浅瀬領域となっている。貯油領域は、ペルム期中期の結岩とペルム期後期の岩塩層に囲まれている。原油の貯油領域は、気候率、透過率の低い石灰岩からできている。原油は、硫化水素含有率19%、 API 比重45と含有率の高い経由である。油田は極めて高圧化にあり、採掘の重大な懸案事項となっている。採掘量はおよそ300から500億バレルであり、一般には380億バレルと公表されている。回復要素は、貯油領域が複雑であるため比較的低く、最大限回復した。 サイの回復量は40から130を配れるである。残りの3つの領域、カシャガン南西部、カイラン、アクトテも、また石炭機の炭酸需要層である。カラムカスには、ジュラ機の砂岩大流層がある。油田は、北部カスピ海生産共有協定のもとに、国際コンソーシアムにより開発が行われている。合意は、エニ、ロイヤルダッチシェル、トタル、エクソンモービル、 カズムナイガス、コノコフィリップス、国際石油開発、定石の7つの企業で行われた。カシャガン油田開発計画の主要部は、アイランド D という名の構造をとっており、12の油性が該当する。この計画は、原油からガスを分離させる点と、分離した後に、陸上の工場へと運んで行う脱水素及び、酸性ガスの再注入という2つの工程からなる。 約5000人の労働者がこの工程で働いている。石油は全長9 2トルのパイプラインを通って陸上へと運び出される。労働者はウェイジェニボーグカザフスタン BV と SI、カスピアンコントラクター LLC により共同開発、提供された橋家のビバルギの上で作業を行っている。初期の石油採掘量は37万バレル、日。 最終的な到達採掘量は150万バレル日であると予想されている。ありがとうございます。